少し悪の強いイケメン役がハマる、俳優の今日の部を、今日の部を、3。ドラマ、姉ちゃんの執事、での、クールな執事役もかっこよかったですよね。しかし、お嬢様と執事の恋愛はご法度ということで、両思いながら、恋愛は成就しない役でした。恋愛の絡んだ役を演じる生姜さんを見ると、現実での恋愛も気になりますよね。そこで今回は、生姜さんとご結婚された嫁や子供、元彼女である山本あずささんについてお伝えしていきます。今日のぶおのプロフィール、本名、今日のぶお、生年月日、1979年、昭和54年、3月23日。身長、181センチメートル。出身地、兵庫県姫路市。最終学歴、市川高等学校卒業。所属事務所、キューブ。牧師、今日のぶおが結婚した嫁は一般人。今日のぶおが授かった子供は女の子。今日のぶおの元彼女、山本あずさは実業家と結婚。今日のぶおが結婚した嫁は一般人。生姜さんは、2018年2月にご結婚されています。報告があったのは、2019年に第一子となる娘さんが誕生した後でした。発表は2019年10月6日に生姜さんのブログで行われました。皆様にご報告があります。私、今日のぶおは、昨年の2月に入籍させていただきました。引用元、ご報告。今日のぶおオフィシャルブログ、今日も生姜の風が吹く、ご報告。のタイトルに、そろそろ結婚の報告かと覚悟を決められたファンの方も多かったのではないでしょうか。蓋を開けてみると、結婚は2018年2月と1年半も前にされており、よく気づかれなかったなとびっくりさせられましたね。お相手は一般の方ということで、顔写真や名前、年齢などの公表はありませんでした。生姜さんは、娘さんの誕生後、しばらく実家にいる奥さんと娘さんにちょくちょく会いに行っていたそうです。そのため、奥さんのご実家は首都圏及び関東近郊であろうと想像されます。馴れ初めなど、詳しい情報はなく、お仕事関係で出会われたのか、友人の紹介などなのか、わかっていません。生姜さんの X、旧 Twitter で奥さんは嫁ちゃんと呼ばれ、たびたび登場されています。上の投稿など見ていると、生姜さんは亭主関白なタイプではなさそうですね。奥さんもユーモアのある楽しい方のようですよ。地獄の匂いってフレーズなかなか出てこないですよね。明るく楽しそうなご家庭が想像されます。今日のぶおが授かった子供は女の子。生姜さんには、2019年9月29日に第一子となる女の子が誕生しています。投稿には、小川夏美さんや山西敦史さんなど、多くの芸能人からも祝福が届いていました。生姜さんは、出産にも立ち会われたそうです。娘さんをお風呂に入れたり、一緒にお出かけされたりと、子育てにも協力的なようです。やはり、父親は娘にはメロメロになってしまうのでしょうか。生姜さんも、娘さんの買い物に、財布の紐が緩くなってしまうようです。他のお客さんに、可愛いですね、男の子ですか。と結構言われ男の子かを、と思い服は自然とピンク色の服がカゴに入っていく。カゴはパンパン、財布すっかすかですわがま口。お父ちゃん頑張らなきゃ、引用元、赤ちゃん本舗。今日のぶおオフィシャルブログ、今日も生姜の風が吹く。メロメロで、嫁に出さん、というかと思いきや、すでに嫁に出すことは覚悟されているのでしょうか。ひな人形は早めに片付けられているようです。
生姜さんといえば、スーパー戦隊シリーズ、忍風戦隊ハリケンジャー、ロクワガライジャー役。番組放送20周年を記念した、忍風戦隊ハリケンジャーでござる。シュシュッと 20th Anniversary が2023年6月に劇場公開されました。生姜さんは、ご家族と一緒に映画館で鑑賞されたそうです。娘さん、楽しんでくれていたらいいですね。今日信夫の元彼女、山本あずさは実業家と結婚。生姜さんは、以前、タレントの山本あずささんとお付き合いされていました。忍風戦隊ハリケンジャーでの共演がきっかけだったようです。キス写真まで流出してしまい、弁明の余地はない感じでしたね。完全にカメラ目線の写真もあり、お二人のどちらかが撮った写真のように思われます。それが流出してしまったということは、どちらかが第三者に見せたことになりますよね。この写真が、直接的な破局のきっかけになったかはわかりませんが、相手に不信感を抱いてしまったのかもしれません。お二人の交際は終わってしまったようです。2013年に、忍風戦隊ハリケンジャーの放送10周年を記念して制作された V シネマで共演されていました。生姜さんと山本さんは、隣に並んでの制作発表会見になりました。当日は、塩谷俊、長沢奈緒、山本浩平、白川裕二郎、今日信夫、山本梓、松田香代、橋本浩二らキャストが勢揃い。この、スーパー戦隊シリーズ、初の作品にかける意気込みを熱く語りました。引用元、嘘か、本当か、最終回をやり直す、V シネマ完全オリジナル新作、忍風戦隊ハリケンジャー10 years after、制作発表リポート。東映オフィシャルサイト。過去にお付き合いのあった方とは、共演 NG になるケースが多いですよね。しかし、共演されたということは、後腐れのない別れ方をされていたのだと思われます。さて、元カノの山本さんですが、2014年1月にご結婚されています。お相手は、青年実業家の梶原義弘さん。資産は320億円とも言われ、超玉の腰コンと話題になりましたよね。梶原さんは経営していた会社グループスを海外企業に365億円で売却して多額の資産を得たそうです。グループスは、ソーシャルゲームの開発、運営を主な業務とする会社でした。2023年現在、梶原さんは、拠点をシンガポールに置いており、山本さんもシンガポールに居住されています。2014年12月には、出産の報告もされていました。皆様にご報告があります。この度第一子を出産いたしました。母子ともに健康でとても元気です。引用元、リトルマイサンシャイン、山本あずさオフィシャルブログ。ブログに添えられた出産10日前のマタニティフォトの山本さん、綺麗でしたよね。山本さんのオフィシャルブログはこの投稿を最後に更新が止まっています。また、X、旧 Twitter のアカウントも2014年4月21日以降、お休みをされています。以前所属されていた事務所とミーズアーティストカンパニーは、釈由美子さんへの給料未払い問題も、社長が交代するなどありました。しかし、2023年現在、会社ホームページは削除されており、芸能事務所として機能しているのかどうかわからない状態になっています。山本さんも、活動休止というより、引退に近い状況のようです。近況を知る手段がなくなっていますが、お幸せにされていることを願います。生姜さんにしても、山本さんにしても、
過去にお付き合いのあった方が幸せにされているとなんだか安心できますよね。1998年のジュノンスーパーボーイコンテストで芸能界入りしてからご結婚まで、生姜さんの交際情報は山本さんだけでした。生姜さんは軽くひょいひょいとお付き合いしてしまうタイプではないようです。芸能人と付き合ってスクープされた時の大変さを知って、一般の方としか付き合わないようにされていた可能性もあるかもしれませんけどね。